はい、こんにちは、三原です。今回はバスケットボールのディフェンス、ヘルプ、フィル、リカバーというテーマのお話をいたします。強いチームと対戦して、ボール運びにですね、非常に四苦八苦して、シュートを打つのもやっと打つということで、全く試合にならずに、大差でゲームに敗れてしまったという経験のある方は、いるんじゃないかなというふうに思います。まあ私も指導者としてね、そういう経験ありますし、選手の時も、あのチームはすごく強くてもうやるの嫌だなっていうような経験あったりします。で、この動画を見ていただくと、そういう強いチームは何が強いのかっていうのが分かっていただけると思います。また具体的にどういうふうなディフェンスを教えれば、そういうふうな強いチームのディフェンスができるのかというのも、この動画でお分かりになると思います。で、まず強いチームはですね、まあディフェンスが強いんですが、もう一歩、深掘りすると、ディフェンスのどこが強いかっていうと、これはボールへのプレッシャーが強いと。はい、ボールへのプレッシャーが強いということですね。ドリブルに対して挟みに行ったりだとか、パスを簡単に出させてくれないとか、あとシュートに対して非常にしつこくチェックくるとかですね。いずれにしても、まあその、チームのディフェンスがマンツーマンであれゾーンであれ形はともかくとにかくボールに対して強く当たることができるというのが強いチームの条件なんだと思います。で、ボールマンっていうのは何ができるかっていうと大きく分けて3つできるわけですね。1つ目はシュート、2つ目はパス、そしてもう1個はドリブルというふうになるわけです。で、ディフェンスからして一番これでやられたくないのは何かっていうと、まずはシュートですよね。得点を取られたくないので、シュートをさせたくはないということになります。で、次にパスなんですけれども、パスはたくさんリズムよく回ると、結局ノーマークが生まれてしまって、シュートに直接つながるので、やっぱりパスも回されたくないということになります。で、一方ドリブルっていうのは、ドリブルを突き始めたら、ドリブルを止めるまでは、パスもシュートもできないんですね。もう一回言います。ドリブルをついたら、ドリブルを止めるまではパスもシュートもないわけです。という意味では、ドリブルはチーム全員で守れます。これは1対5。というように、5人で1人を守るような、そういうディフェンスが極論できるわけです。で、逆にシュートやパスっていうのはノーマークになってしまうので、これは1対0になります。なので、ディフェンスにとって一番嫌なのはシュートをすぐされること。で、そのシュートにつながるようなパスを回されるのも良くないと。逆にドリブルっていうのはいくらでも止められるので、ボールマンにはドリブルをさせろと。これが、強いチームのディフェンスの合言葉だと思います。強いチームと対戦した時にボール運びに苦しい、それからシュートを打つのもやっと打ったという状況の時は、多分余計なドリブルをたくさんつかされたということが、原因としてあるんじゃないかなと思います。なので、強いチームはボールプレスが強くてドリブルを余計にさせるということができるディフェンスのことを意味するということです。はい。で、具体的に4対4の形でディフェンスの仕組みをお話しします。1番がボールを持っていて2番にパスをしたという状況ですね。3、4とこういうふうにオフェンスがいたとします。はい。で、2番がボールを持ったときに、どういうポジションになるかっていうと、2はまあボールプレッシャーをかける。B が正面につくと。で、1にマッチアップしている A は隣なのでパスコースをディライン。そして3はボールの2つ隣ですから、これはですね、中間地点に入るピストルと。そして4も2つ、3つ隣なので、ここもディフェンスは離して守るということになります。ここがボールマンディフェンス。ディライ、ピストル、ピストルという形をまず取るということが大事になります。で、B はまずドリブルさせろが合言葉なので、これ離しちゃうと簡単にシュートされたり、ノーマークの人にパスをされたりするので、これはもうくっついて、腕一本分でくっついてまずドリブルをさせます。で、どっちに行かせるかっていうと、こっちに行かせるんですね。はい。で、こっち側に行かせると、エンドラインとサイドラインがありますので、これは狭い方に行かせると、誘導するというディフェンスになります。で、逆にこっち側行かれると、これはですね、真ん中にボールが集まるので、ディフェンスはカバーによったら簡単にノーマークにパスをされてしまうということになるので、あまりいいディフェンスとは言えません。なので、こちらのエンドライン側に誘導するようなディフェンスを B はします。はい。で、ここからが本題になるんですけども、まずこれ抜かれた瞬間に B はですね、大きい声を出して、
ヘルプお願いというふうに言うんですね。はい、ヘルプお願いというふうにまず言います。で、それを聞いた D は、OK と言って、ここの制限区域の外、ここの制限区域の一歩外のところで2番を捕まえるように出ます。で、これは空いた穴を埋めるということなので、これフィルと言うんですね。これはヘルプ、フィルということです。ヘルプを呼んでそれが埋めたという状況ですね。はい、よろしいでしょうか。そうなると、ここは2番がボールをドリブルしているのを B が方向付けして D が止めたというようなこういう状況になります。そうなるとですね、一瞬ここがぽっかりノーマークになりますので、ノーマークのスペースが生まれますよね。そこに対してもしオフェンスがスーッと入ってきてこのパスを受けたらどうなるかっていうと、これはもうノーマークの2点を許すことになるわけですね。なので、こういうことをされないためにどうするかというと、D がいなくなったここのスペースを C が降りて埋めるというふうにします。で、これもフィルですね。一人目のフィルに対して空いたところを埋めるということです。で、これ、下に降りてカバーのカバーに降りるということなので、これカバーダウン。はい。D が B のカバーに行ったら空いたところを降りてカバーと。カバーのカバーということでカバーダウンと呼んだりしますが、こういった形でノーマークのスペースを埋めていって、パスを出させないということをするわけです。そうすると、D がいて B がいてカバーダウンして C がここにいますから、この4が合わせに行ってもパスはいかないと。その後開くのは今度これですよね。ここのところに3がスーッと合わせれば、ここはノーマークでシュートされてしまうので、ここもノーマークのスペースに A が降りると。カバーのカバーをさらにカバーと。カバーをしたのもさらにカバーダウンということで A が降りれば、これ完璧にボールマンにはプレッシャー、パスを出すところもないという状況になります。なので、ボールマンにはドリブルさせて、ノーマーク、ぽっかり空いたスペースを埋めろと。はい、ということになります。よろしいでしょうか。はい、もう一回やってみますね。はい、ボールマンに P。ディナイは A、C と D がピストルという状況です。2がベースライン側にドリブルをするように仕向けた。声を聞いて D がカバーにいて、ここでまず捕まえる。はい。そうすると D がいなくなるので、ここのところは C がカバーダウンをすると。そうすると C がいなくなるので、ここのところは A がカバーダウンすると。いう風に連動してノーマークのスペースを埋めれば、こうなりますので、ボールマンにはプレッシャーがかかっていて、パスを出すところはないと。この制限区域の中は完璧に守れるということです。これがですね、強いチームのディフェンスなんですね。はい。あんまり強くないチームは、ここ一生懸命やったとしても、ノーマークのスペース埋めてないので、これスーッと合わされて、この4番とかに飛び込まれて、パスされて、簡単にシュートされるということが起きますんで、こういった形でノーマークのスペースをカバーダウンで埋めて、そして、強い、どこにもパスを出すところがないというような形で相手のミスを誘うということになります。はい。で、ここまでやったらですね、どういうふうに今度マークマンに戻るかということになりますけども、こういう状況ですね。おそらくはこの長いパスを出せば C と A は、ボールを取れると思うんで、ここのところに一番簡単な、ここに戻るということがほとんどだと思います。はい、ボールサイドですね。そうなった時に、もともとマークしてた A は3番に、C は4番に、マークマンに戻るというところですね。で、大事なのはここです。カバーをしてくれたのが D。カバーしてもらったのが B なんですが、もらった人はそのまんま抜けてって、今度、
マークマンを交換すると。あ、ごめんなさい、これ。こっちですね。A が 1A、C が 3A ですね。ごめんなさい、こういった形で、自分のマークマンに戻りつつ、ボールマンのところは、スイッチをすると。いうことが、一つやり方としてあります。完全に余裕があれば、それぞれのマークマンに全員戻るでもいいんですけども、ボールマンの方は、カバーしてくれた人がそのまま、カバーしてもらった人はいなくなるというようなやり方で、スイッチをするとスムーズに受け渡しができると思います。2番がいて、D、B、1、3、4。で、1に対して A、3に対して C と、こういう状況ですね。パスがここへ戻ったら、A は自分のマークマンの 1A、C は自分のマークマンの 3A と戻りつつ、B はカバーしてもらった人は、今度4を守るようにして抜けると。D はそのまま2につくと。これ、ここの B と D がスイッチをすると。で、これ D、守ったカバーに行った人が、どくような形になると、結構ここがですね、曖昧になって、2番の人が、お、挟んで来たのに何、どいちゃうのみたいな感じで楽にさせちゃうことが結構あるんで、ここは行った人はそのまま突き切る方が、強いディフェンスじゃないかなと思っています。はい。そしてもう一個ですね、この遠くに飛ばされた場合、こういう状況ですね。こういう時に、ここがバシッと挟んでれば、そう遠いところにいいパス行かないんですけれども、もしこれで、3番とかにパスが飛んだと、しますよね。いいパスが。その時は、もうマークマンがごちゃごちゃになる時がありますが、近い人からマッチアップという風にします。これ一番3番に近いのは A なので、もともと A のマークマンは1ですけれども、これはもうこっち行くと。3につく。そしたら今度 C はその隣の4のとこつくと。で、B は一番近い1番につくと。で、D は2につくというように、これ一番近い人が近いところつくというようにするしかないと。まあこういうのはスクランブルとか、あとごちゃごちゃになるので X チェンジとか、言ったりしますけれども、こういう望ましくないけれども遠いところにパスが飛んだら、もうそれこそ声を出して一番近い人から埋めていくというやり方もする必要があります。いずれにしても、やはり考え方としてはヘルプに出たらノーマークのスペースを埋めると、そしてリカバー元に戻るところまでしっかりやるということで、こういったことがきちんとできてると、やっぱり強いボールプレスがかけられてドリブルを常にさせるようにしてスペースは相手にとってないというような強いチームディフェンスができるということになります。なので、中途半端だとボールプレスは強いけれどもノーマークのスペースばっかりなので合わせられてパスされて終わりとかですね、ちゃんとポジション取りはしてるけれどもそもそもボールプレッシャーが弱いんで、簡単にシュートされちゃうとか、やっぱりどれも同じぐらいの強度でバシッと噛み合った時にいいディフェンスできるので、練習ではその全体がちゃんとやるべきことやってるかっていうのを全体的なところを見てもらって、このヘルプ、フィル、リカバーっていう3拍子揃ったディフェンスを目指すと非常に強いチームディフェンスができるのではないかというお話です。はい、このチャンネルではバスケットボールに関するお悩みの解決になるような情報発信をしています。もしよろしければチャンネル登録をよろしくお願いします。はい、最後までご視聴くださり感謝しています。ありがとうございます。三原学でした。それではまた。